イス・アンリのブンデス初先発を見たサポーターの反応がこちら。チェイス・アンリがブンデス第2節マインツ戦に先発出場。ちなみにマインツは佐野海舟がスタメンだった。チェイス・アンリ、最後の失点以外は上々の出来だな。チェイス・アンリが凄すぎる。チェイス・アンリむちゃくちゃいいな。つい最近まで2軍にいたの信じられん。伸び悩んでるとか言われてたけどほんまかってぐらい衝撃。チェイス・アンリうまくね。これで20はすんげ。チェイス・アンリ今日のパフォやばくないか笑い。これかなりのアピールできてるぞ。チェイス・アンリ見てると残酷だけどサッカーはポテンシャルだなって思うわ。これだけ身体能力あれば技術は後から身につければいいし、それがものになり始めてる。チェイス・アンリここまではめっちゃ良くてビビる。アンダーの時伸び悩んでるなって見てたけどすごい。安定感あるとかの話じゃないわ。このクオリティが継続するならすぐ代表絡んでくるな。めちゃくちゃいい。チェイス・アンリ、アンダー代表からかなり成長してるな。シュプットガルトはセンターバック怪我で3人欠いてるのか。偶然巡ってきたチャンスだけどこのパフォーマンスなら1軍スタメン掴んだかもしれないな。てか20歳でセンターバックでブンデススタメンってすごくないか。さりげに日本人史上初なのでは。ブンデスリーガの実況でもチェイス・アンリをジャパニーズ・アメリカンという呼び方をしている。本当アメリカ代表に取られないように早く A 代表に呼んでおきたいな。実際アメリカのファンからも注目されとる。シュプットさんの日本人うまくいく説。